ワンアウトでランナーが三塁、バッターボックスはバース。牧原には今シーズン10打数の2安打ですが、うち1本がホームランです。阪神打線は非常のいい同士の投げ合いになりましたかね。そうですね、まあ、牧原の場合は、8月3日でしたか、甲子園でね、はい、シャットアウトしまして、はい、2回目のシャット、背番号54番の牧原、カウント2ストライクノーボールと追い込んでおります。高めに1球誘いまして、スピードガンによりますとご覧のように148キロと取り行こうとしたカーブですね。あーはー、ですがすっぽ抜けましたですね。速いボール詰まった当たりです。これはどうでしょうか。真由美がリタッチ、ホームに突っ込みます。高いボールで返球、クロスプレーですが滑り込んだセーフ。牧原がもう少しこうどうですか、低め投げたらよかったですね、はい、台風の影響を受けまして、東京地方は月曜日からずっと雨。このレフトのスタンドはね、村山さんね、はい、本当になんか急に燃えるように赤くなりましたけど ね、 そうですね、先ほどもちょっと曇っとったんですけど ね、 対照的に右半分は暗闇と言ったらいいでしょうか、はい。空の方が真っ黒になってませんので、はい、ちょっとボールがこう交差する場合がありますね、まあ、それでちょっと見にくい場合ですね、今日。そうですね、はい、巨人阪神の21回戦、今シーズンこれまで巨人の10勝8敗、引き分けが2つあります。まあ、両チーム長い間雨で台風の影響でゲームをやっておりません。まあ、それだけに今日一体どういうゲーム展開に満員のお客様であります。風は緩く右から左方向に吹いています。バットが折れました。中畑ジャンプ取った。これ全然違うと思うんですよ、はい、練習の汗はね、もうほんとうわっと吹いてるぐらい汗出るんですが、まあ、試合の汗っていうのは、まあ、どうですか、神経を使えるほどですからね、まあ、大体汗がかき終わったという感じですね。これからでしょうね。これから、これから牧原クリッチャーになりますとだんだんバレてくるんですね汗かきするとね、とますます両チームの打つ方にとっては苦しくなるかもしれない。そうですね、苦しくなってくる、これはなぜか、どうしてもジャイアンツを倒すんだというこの気持ちは出てると思うんですよね、はい、ただこの疲労感がね、その方向にやはり無理して投げますから、そのどうですか、肘肩にやはり多少の負担がかかってきますんでね、はい、今のこの牧原の投球フォーム出ましたけど、ね、このフォーム見て村山さんいかがですか。あのね、あるいはもうちょっとぐらいフォークを使っているというね、使ってますね、これはまあ投げたボールしかわからないですね、はい、やはりこうボールは高めに行きますね、はいはい、ベースとシングルヒット、この2本だけであります。他には掛布がフォアボール1つ選んでおります。1回の表阪神セーフライ、過去4試合が勝利打点と、こういうことになってますよね。そうですね、そういう数字は残っています、はい、入れましたですね、ということは今までのこの数字は一応これでもうノーと、ノーこういうことになるわけですね。8月の3日、はい、この日はちょっとヨタヨタしながら完封だったですね、はい、それで、まあ、その間非常にこのバースもね、勝手サービスするらしいんですよね、あちこち連れていくらしいんですが、その間はあんまり打ってないですね、はい、で言葉の障害もあって、はい、しかしこうして見るとそばで見てもそうですが、すごい体をしてますね、いい体してますね、はい、逆にすらないんです。インコースの方が弱いわけなんですね。あ、そうね、はい、さて問題の掛布であります。今日は1回目が1塁ゴロ、2回目フォアボール、そして初球ヒッティング、3回目のボックスですが、鈴木康人も両手を広げて落下点ですが、どっちまして今ロッカーに入りました。はーはー、肘のですね、内側の肘よりも少し下のところにボールが当たったそうです。はい、ことでね、現在阪神のブルペンでは伊藤福間がウォームアップを続けております。あー、見逃し三振です。148